今回もスーパーアリケートでガマグチヨアンでいこうかなと思います。こちらがね、フェンデルバスター、言いにくいこれがね、2102ですね。これを使っていつものガマグチヨアンでいこうかなと思います。ウール 75%、 ナイロン 25%、 かぎ針が3号から4号、 100g 425m 入ってますね。これはだいぶ使ってるんですね。で、まあ新しいものをちょっと探してて、まあこれと同じ色をね、でもないからちょっとね、後回しなんかなくなっちゃうのが寂しいと思って、なんかね、全部気に入って買ったんで、こうなくなってくるとね、ちょっと次を確保してからじゃないと使えないと思っていて、ちょっと放置してたんですよね。まあでもちょっと使っていこうかなと思って、これはね、ちなみに中心からずっと使ってきてて、まあこういうペタンとした感じになるんですね。だから収納もね、ちょっと難しくなってて、こうやってね、立てて収納してるんですよ。だからね、まあペタンとなったもの同士をこう重ねたり、こう結構ボリュームがあるものにこう挟んで立てて収納したり、こう折ってね、収納したりできると思うんですけど、まあ、ちなみにね、外から使ったものはこういう感じでぷっくりしたまま残るんで、まあ、私はこういう風にね、まあ使うときは使いにくいんですけど、まあこれからはね、こう外から取っていこうかなっていう感じで思ってるんですね。こうなるからまあ収納のことを考えてね、使うんで、でもこれはね、こう中心からずっと使ってきてるんで、今更外からはちょっと遅いんで中から使っていこうかなと思います。で、いつも通りセリアの口金を使って進めていきます。で、いつも通り6号で、で、鎖編みで始めていきます。で、鎖編みで鎖3目、1、2、3、ゆったり編んで1個目の鎖編みの手前1本、ここを取って、で、輪を作ってこう爪で押さえて、で、引き抜いて立ち上がり1つでこの鎖編みのところ手前1本を残して、で、同じところに細編みを2個ずつっていう感じで始めていきます。でもね、ゆっくりやってるところがあるので、よかったら見てみてください。まあこれがね、これ以外にちょっと方法はないかなって今のところ思ってて、まあこういう方法で今回も仕上げていきます。手前1本、向こう2本で、同じところに細編みを2つ、で、全部で6個細編みが入ったので、ここでね、ずっと後ろを取っていって、引き抜きのその手前からこういう風に、ね、取っていって、で、この分厚さを出していこうかなと思います。あ、この糸もちょっと探そうかなと思って、他にもね、たくさんパールケート持ってるんですけど、やっぱりその子その子でめちゃくちゃ可愛いと思って、なんか本当はね、置いときたいんですけど、それこそなんかアイドルとかそういうのと同じだと思うんですよね。なんかその飾る用と使う用と持ち歩き用みたいなそういうのが欲しいぐらい、同じ糸を3個ずつぐらい欲しい感じですよね。なんか可愛いのを見てると気分が全然違うんで、なんかね、その衣装袋に入れてるっていう方いられましたね、オパールケート。それいいなと思って、私もちょっと真似させてもらってます。なんか避難所でなんかこういうのできたらいいですよね。パッドとか鍵針も別に入れてやられるんかな、そのこと。まあ、鍵針はね、その別にまだ買ってないんですけど、まあそういうのも揃えたいなって思ってます。衣装袋に入れるとか考えもつかなかったんですけど、いいですよね。で、1段目に編んだところが表なので、まあ私の場合は糸を裏にこうずっと持ってきて、裏の裏っていうことが一目で分かるようにこうやって置いてるんですね。
で、また2段目増やしていく場合は、ここを取って、2段目の増やし方、同じところに細編み2つっていう感じで増やしていきますね。こう1つずつ取って、同じところに2つ。こんな感じですると、またいつもの7段まで増やしていこうかなと思います。はい。こんな感じで7段目まで今回も編んできました。で、またね、一回一回こういう風に見てみますよね。まあ、その編み加減によって同じ人が同じ糸を使っても違う場合があるんで、まあ、ここで大きく変わってたらちょっと増やしたり減らしたりとかします。まあ、いけそうなので7段目までで止めて、ここから一番最後のところ、また戻っていきますね。ここを取って、で、細編みを増し目なしで、ずっと編んでいきます。こんな感じで。めっちゃ可愛いですね、これも。ずっと可愛い連発してるんですけど。まあね、可愛い糸しか買ってないから、まあそういうことにはなるんですけど。こんな感じでね、ここから側面編みましたっていう感じで、マーカーをつけて、また側面を同じ段数まで編んでいこうかなと思います。はい。今回も、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10段編んできています。で、一番最後は、裏が向こう側に見えてる感じですね。ここで終わってて、で、一番最後のところを普通に取って、で、またいつもと同じように、引き抜き編みをして、この段差を埋めていきます。こんな感じで。まあ、これはね、ちょっとやっとくことで、口金がつきやすくなるなって思うんで、私の場合は。こんな感じで、ずっと一周、最後まで編んでいこうと思います。はい。こんな感じで、一周引き抜き編みをしてきました。そしたら、最初の細編みの頭に針を入れて、で、引き抜いて、立ち上がりを一つ、で、ぐっと締めて、また同じようにカットして、いつもと同じようにしていきますね。で、ぐっと締めて、ここで糸始末をしていきます。まあ、いつも同じことしてるんですけど、色が全然違うんで、私的にはね、違うことしてる感じなんですけどね。まあ、それぐらいいつも新鮮で楽しいですね。オパールケイトって本当にね、めちゃくちゃ面白いですよね。同じ糸で2個目作っても絶対楽しいと思うんですよ。この後すぐしても。なんか不思議な魅力がありますね。だってね、まあ同じ色のところに通りたいんですけど、本当は。まあここはね、ないんで。で、いつもと同じように口金の中に入るかなっていうところで、糸をカットしたいので、で、一回抜いたらね、こう、返しみたいな感じで糸をかけて進みますね。進んで、だって何回かそういうのを繰り返して、一番最後この中で。どうしてもね、時間が経つと糸が出てきたりすると思うんで、まあ、そうなった時、口がある中だったらわからないんで、これでね、糸をギリギリカットして、で、この中もね、糸始末してないので、ここの中心をぐっと締めて、まあね、ちょっとはね、締まると思うんですけど、締めて、で、鎖編みだからこういう風になるんですけどね、やっぱ、ちょっとね、締め切るのはちょっと難しいんですけど、まあ、なんとなく引っ張って、で、このビヨンってなってるのが止めるように、糸始末してもいいと思うし、こんな感じに。まあ、ぐっとね、これは、引っ張った状態で止めたいんで、やっぱここね、ビヨーンってなってたら、さっきの締めたのが無駄になるので、で、ちょっと一回ね、こう、また、糸を引いたら、またなんか糸をかけて進むっていう感じですね。こんな感じで、いろんな方向に刺して、糸始末していきます。何回かしておきますね。同じ、まあ、できるだけ同じ色のところを通って、
と始末しようと思います。でかけて、こんな感じで、ギリギリでカットして、で本体完成です。で表にしたい時よ、表にしたいところはこういう感じですね。で裏がこんな感じ、ちょっと違いますね。こういうところも面白いですね。馬やって裏と表が違うっていうので、こうやってね持ってみて、で丸くなっているのでこのままつけようって思うので、マーカーをね両端決めていきます。こうやって反対側もマーカーをつけて、でこのマーカーをつけたところはここですね。まあ、大体ね、大体でつけてるんで、多少ずれてもいいかなっていう感じで、まあ、気軽な感じにつけていきます。まあ、絶対ここってなったらもうしんどくなっちゃうんで。でね、口金をつけていくんですけど、口金のつけ方はまた別で撮っているので、そちらを見ていただけるといいかなと思います。リンクを貼っておきます。よかったら見てみてください。ではね、口金をつけていきます。はい、こんな感じで口金をつけてきました。可愛いですね。それでね、ちょっとサイズを測って代わりにしようと思います。いつもね、こういう風に測ってるんですけど、ここで、まあ、大体にはなるんですけど19センチぐらい、まあ、測り方がおかしいのかもしれないですけど、ここで横幅は11センチぐらいですかね。な感じです。まあ、手のひらサイズではですね、いつもと同じサイズ。めっちゃ可愛いんですよね、ほんと。まあ、このブクッとした感じがね、出来上がりが好きで。分厚く編めて。で、このオパール毛糸で編むことで、この、こっちの面と、こっちの面もね、また違うし、底も違うし、まあ、めちゃめちゃ楽しさが詰まってますよね。こんな感じで。できるので、ぜひ作ってみてください。今日も最後まで見てくださり、ありがとうございます。